車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンドボディからいろいろな続きをお伝えしたいと思います。一応メインで積んでいるこちらのディフェンダー、こちらに関してはパーツ一部取り外しと、あと仮合わせが今終わってペイントに入ってるみたいです。まあ、大きい部分としてはこのフェンダー、まあ、樹脂のパーツなんであんまり大きく切り合わせとかできないんですけども、そもそもする必要がないぐらい割とぴったりくっついたみたいです。というわけで、まあ、仮で当てて、まあ、フィッティング問題ないの確認して、今ペイントもう済みになってるのかな。そしてあとこの辺のパーツだったりはもう取り外して、この辺もフィッティング確認してるみたいです。そしてですね、あと下側もこの辺かかぶさったり交換になったりいろいろするパーツがあるんで、一応手が入ってる状態です。そしてですね、こっちにちょっと取り外したパーツが一部あるんですけど、このボンネットの上のしまい板鋼板の部分、これご存知の通りプラスチックでございます。そしてこの一回はめたら取れなくなるやつですね、クリップでこんな感じで止まってるみたいです。これ変えるだけでも結構ボンネットのインパクト違ってくるんじゃないかなと思います。そしてあとは比較部、こういうこの辺のパーツがあったりするんで、まあ交換になったりするんだと思います。この味。そしてあと後ろも見た目以上に出ない、いつもだったら見た目以上に出るんですっていうのが結構多いと思うんですけど、このアーバンのキットの場合だとすごいこう出てるようなフェンダーに見えるんですけど、実はほとんど出てない。だから多分構造変更全然いらないでいけちゃうフェンダーになってます。そしてあと後ろのバンパーは今取り外して各部、これも作業中でございます。そしたら続いて今塗ってるパーツあるみたいなんで見に行きましょう。さあ、そして途中でちょっと寄り道、こちらはボンドミニ、ボンドのミニ専門店からの入庫の一番新しいミニクロスオーバージョンクーパーワークスでございます。これ多分キャリパーペイントの作業を今してるんじゃないかな。僕もこれ下回り初めて見ました。新しくなってるんですけど、基本設計はそのまま先代モデル引き継いでるみたいですね。ただ多分アップライトとかこんなにスタイリッシュじゃなかったと思うんですよね。結構軽量化とか細かい部分いろいろ変わってる感じ、サスペンションなんかもレイアウト一緒ですけど変わってたりとか、まあいろんなパーツこれから出てくると思います。でボンドミニ本当にいろんなことできます。タイヤホイールだけじゃなくって足回りだったりマフラーだったり下回りのいろんなパーツ見にいろいろ出てるんで、ぜひご相談ください。というわけでこの辺は多分完成したらボンドミニのブログで紹介されると思いますので、ぜひチェックしてみてください。さあ続いてペイント中のフェンダー見てみたいと思います。さっき色塗り終わりましたってちょっと言っちゃったんですけど、絶賛ペイントナウみたいです。でこれ今黒いサフェーサーを拭いて研いでグロスブラックに塗るみたいです。でサフェーサーっていろんな色あるじゃないですか。で今回この黒いサフェーサーで塗ってあるんで、これなんで黒なんですかって聞いたら、やっぱり飛び石とかでこう傷がついて出てきた時に白だと目立っちゃうんで、まあ、こういう黒いパーツは黒いサフェーサーを使ってるみたいです。というわけでこれリアフェンダーとあとフロントのフェンダー、まあ、作業が進み次第多分車に取り付けてっていう感じになると思います。あとナンバーベース、もう何回も何回も動画でお届けしてますけど、この辺触れる車多分ほとんど触れると思うんですけど、できればエアロ取り付けとかに、エアロ取り付けしてなくてもですね、絶対触った方がいいです。っていうのはやっぱりこうザラザラだったりとか、まあ、位置がおかしかったりするとどんだけ決まっててもあれってなっちゃうんで、まあこういった作業あれば一緒にできますんで、ぜひこの辺もお気軽に。そしてリップはこれも同じ状態かな、これから研いでグロスブラックに塗られるんだと思います。そしてですね、あとペイントで見ていただきたいものが向こうにあるんで見てみましょう。さあお待たせしました、ご覧ください。こちらもうなんだかすぐお分かりですね。前回お届けしてもう僕らもびっくりするぐらい反響のあったうちのスタッフの水色号の、水色号もうドラえもん分かんないけどのパーツ各種です。見てください、これ全部バラして塗っております。こういう光景ブラマスを少し思い出した。ブラマスも内装も徹底的に塗るやつとかはもうエアコンのルーバーとかも全部バラして塗ったりするんですけど、もうそれと同じ勢いを感じます。というわけでフィンはもうこれっすよ。これバラさないとやっぱりこうねクオリティがね、あこれ外さないで塗ったんだってなっちゃうんで、もうとにかく全部バラして、もうミラーも分解ですよ。このマフラーカッターに至ったらだってこれ中まで塗ってんすよ。どうかしてますね。そして各部こういうベンツマークとかびっくり、この辺なんかも、はい、
しっかり全部塗ってると。これなんか本当に振り返るね、これ完成して多分走ってたら。そしてですね、このナンバーベースか、これ使うかどうかわかんないですけど、勝手にこれは気利かして塗られたみたいです。さあ、というわけで今回はボディでいろいろな作業の進捗をお届けしました。こちらも作業が進み次第またお届けしたいと思います。そしてですね、メインで進んでるディフェンダー、動画の反響なのかわからないですけど問い合わせ最近めちゃくちゃあります。で、今回はアーバンのフルキットで仕上げるんですけど、他にもいろんなメーカーからいろんなパーツ出てます。なんとあのマンソリーも出してます。ボンド各店でもいろんなことできますんで、ぜひお気軽にお問い合わせください。チャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。